天下人豊臣秀吉の側室たちとは。英雄色を好むと言いますが、あの天下人豊臣秀吉は正室のねねのほかに生涯で300人もの側室を抱えていました。主導には一切興味を示さず、美しい女性を目にすると人妻だろうが未亡人だろうが我が物にしようとしたといいます。ではそんな秀吉の側室にはどんな女性が選ばれたのでしょうか。今回は秀吉が抱えていた側室から5人の女性をご紹介します。この動画が参考になったと思われたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。織田信長の娘三の丸殿、前田利家の娘加賀殿。一人目は織田信長の六女である三の丸殿です。三の丸は本能寺の変の後、親類の蒲生氏郷のもとに引き取られていましたが、その知性ある美しさが秀吉の目につき側室に迎えられました。秀吉にしてみれば織田家を引き継ぐという義務感もあったと思いますが、到底かなわないと思っていた主君の娘を寝床に呼びつけるという行為は、農民の身分から裸一貫で天下を取った秀吉にとって他の側室では味わえない快感もあったのかもしれません。三の丸殿という名前は伏見城三の丸に住居を与えられたことに起因しているようですが、伏見城内には淀殿に与えた二の丸、京極辰子に与えた松の丸、そして三の丸の3つの格しか女性の格はありませんでした。つまり三の丸殿は山ほどいる秀吉の側室の中で第3の地位についていたのです。淀殿と辰子が秀吉の杯を争ったことで有名な醍醐の花見の際にも、三の丸殿は3番目の側室という序列に座っていました。自らの死期を悟った秀吉は、信長と朝廷の間を取り持っていた二条秋実と三の丸殿の結婚を決め、その支度金として多額の化粧料を彼女に残し亡くなっています。三の丸殿が側室としてここまで秀吉に気に入られたのは、秀吉が信長への優越感を感じるためだけではなく、彼女が秀吉の期待通りの働きができる聡明さを持っていたからこそなのかもしれません。二人目は前田利家の三女である加賀殿です。幼名をマー姫と言います。前田利家といえば秀吉の友人として有名ですが、この二人の妻同士も仲良く、まさに家族ぐるみの付き合いをしていた仲でした。現代の感覚だと考えられませんが、秀吉はそんな友人の娘までも自分の側室に迎えていたのです。加賀殿にはもともと11歳の時に婚約を結んだ佐久間重三という相手がいましたが、1582年の本能寺の変で信長が自刃すると、彼女の人生が大きく変わり始めました。秀吉と柴田勝家の間で信長亡き後の覇権争いが起こり、当時勝家に仕えていた利家は友人と上司の間で板挟みになってしまいます。利家が悩んでいる間に1583年に賤ヶ岳の戦いが勃発。この戦で利家は当初勝家側についていましたが、最終的には秀吉側に転じました。戦は秀吉の勝利という形で終わりました。敗れた勝家と重蔵を含めた家臣たちは自刃、加賀殿は若くして婚約者を亡くしてしまったのです。このあと前田家の安泰を優先した利家が彼女を秀吉へ差し出します。こうして加賀殿は15歳前後で秀吉の側室として迎え入れられます。35歳という年齢差、
そして友人利家の娘ということもあってか、加賀殿は他の側室とは別格の待遇を与えられました。彼女の側室生活の始まりは、基本的に実家の前田邸で暮らし、気が向けば秀吉に会うというもので、かなり自由が確保されたスタイルでした。そして元来病弱であった彼女に秀吉は優しく接したといいます。幼くして婚約者を失い、その後まるで人質のように父の友人の側室として送られた彼女の人生は波乱万丈であることは間違いありませんが、秀吉に大切に扱われた後に側室を辞するという自由を許されたことは、当時としては幸運の部類に入るのかもしれませんね。美貌の側室筆頭、京極達子。3人目は京極達子です。宇田源氏の流れを組む名門京極家の生まれで、母の京極マリアは浅井長政の姉という立派な血筋を持つ人物です。もともとは若狭守護武田元明の正室で、二男一女を設けて夫婦仲睦まじい暮らしを送っていましたが、元明が本能寺の変にて明智光秀の味方についていたことで秀吉に討ち取られてしまいます。ここから運命が狂い始めます。元明が殺された後に妻である達子も捕らわれるのですが、その時に秀吉に見初められ側室となります。しかし一説では秀吉はもともと達子の美貌に目をつけており、機会を見つけて元明を殺し達子を奪おうと計画していたのではと言われています。それほど達子は見目麗しい女性だったのです。かくして達子の側室生活は始まることとなるのですが、彼女は秀吉の側室の中で特に寵愛を受け、大阪城の西の丸に住居を用意されたことで西の丸殿とも呼ばれるようになりました。達子が秀吉の側室筆頭となったことで、兄弟の京極高次の地位も上がったとされています。しかし浅井家の娘である淀殿が側室にやってくると、秀吉の達子への深い寵愛に陰りが見え始めることになるのです。達子の母親と淀殿の父親は兄弟関係にあるので、二人はいとこ同士になるのですが、同じ側室となったからにはライバルに違いありません。その関係性があらわになったのが、秀吉が生前に聚楽亭で最後に開いた醍醐の花見での出来事でした。秀吉からの杯を受け取るのが正室のねね、淀殿、達子という順番だったのですが、自分が淀殿より後であることが気に入らなかった達子は淀殿の前に割って入ったのです。淀殿もこれに負けないほど気が強い女性だったので、杯の奪い合いになりました。達子のプライドの高さが垣間見えるエピソードですね。秀吉の死後、達子は剃髪し、名を寿宝院と改めて出家するのですが、この頃には淀殿との関係は修復していたようです。文を送り合うなど仲の良さがうかがえる記録も残っています。大阪の陣の後にも自陣した淀殿の次女を保護し、秀吉と淀殿の子秀頼の遺体も引き取った上で手厚く葬りました。複雑な経緯で秀吉の側室となった達子でしたが、最後まで豊臣家の人々を気にかけていたようです。秀吉の憧れの象徴、淀殿。四人目は淀殿です。父は浅井長政、母は織田信長の妹であるお市の方です。両親はいわゆる政略結婚でしたが、周囲が羨むほど仲睦まじく、淀殿は二人の間に生まれた三人姉妹の長女でした。1570年、
信長が越前の朝倉義景を攻めると、もともと朝倉家と同盟を結んでいた浅井家は織田家に反旗を翻し、織田二条の戦いに発展しました。結果、織田二条は落城し、長政は自害することになります。その後、お市の方は柴田勝家と再婚しますが、秀吉対勝家の対立が強まったことで賤ヶ岳の戦いが勃発。この戦いで勝家は秀吉に敗れ、お市の方は勝家と共に自害します。賤ヶ岳の戦いの後、彼女たちはそれぞれ政略結婚の道具にされるという波乱の人生を歩むことになりますが、その中でも長女の淀殿の嫁ぎ先は義父と母の敵である秀吉でした。秀吉はお市の方に憧れていたと言われているため、母の面影を一番受け継いだ美貌の持ち主である淀殿を選んだのでしょう。かくして秀吉の側室に迎えられた淀殿はすぐに解任し、1589年に鶴松という男児が生まれます。なかなか実子に恵まれなかった秀吉は非常に喜び、淀殿という呼び名のもとになった淀城を与えました。しかし、わずか数年後に鶴松は陽性。秀吉は深く悲しみましたが、その2年後に秀頼が誕生します。秀吉の死後、出家して住居も京都に移してしまったねねに対し、淀殿は豊臣家の政治の窓口を担うために大阪城へ残ります。戦乱の世に翻弄される形で豊臣家の側室となった淀殿でしたが、それでも豊臣家の存続と子である秀頼を支えるために慣れない政治を担っていたことから、彼女の責任感の強さがうかがえます。しかし、秀吉の権勢が残る豊臣家の存続はかなわず、大阪夏の陣で大阪城は落城。淀殿は秀頼と共に自害し、豊臣家は滅亡に追い込まれました。家臣との不義の噂などもあり、後世で日本三大悪女というレッテルを貼られた淀殿ですが、徳川へ移りゆく世の中に毅然と対抗し、憎んでもおかしくない豊臣家に最後まで寄り添った彼女の使命感の強さには感服せざるを得ません。武芸と美貌を兼ね備えた貝姫。5人目は貝姫です。忍城城主成田氏長の長女で、東国一の美女とも噂されるほどの美貌を持つ姫でしたが、兵法や武芸にも秀でた才媛でもありました。氏長が主を務めていた忍城といえば、秀吉の小田原征伐の際に唯一落とせなかった城として有名ですが、その際先頭に立ち忍城を守り抜いたのは彼女だったのではないかとも言われています。およそ2万3000人の豊臣軍に対して、城主不在だった忍城側の勢力は500人の兵と3000人程度の農民のみ。貝姫は自ら鎧を身にまとい、兵士たちを率いて敵陣に突っ込み、ひるむなと軍を奮起させながら、自らも敵兵を次々となぎ倒していきました。豊臣側の援軍が駆けつけたものの、成田軍はそれらも撃退。兵力で圧倒的に劣勢だったにもかかわらず、貝姫たちは敵の忍城侵入を阻止し勝利したのです。最終的には本拠地の小田原城が開城を余儀なくされ、それに伴い忍城も豊臣軍に明け渡さなければならなかったのですが、成田軍は民の拍手を浴びつつ堂々と城を後にしたと言われています。この時点で貝姫は19歳。さすが武家の娘、ものすごい気概です。その後、貝姫は父の氏長と共に
蒲生氏郷に預けられますが、そこでも数々の武勇を残すことになります。そんな貝姫の手柄や美貌を聞きつけた秀吉は、彼女を大阪城へ呼び出しました。実際に貝姫を目にした秀吉は、その知性と美貌に惚れ込み、側室に迎えます。父の氏長は1591年に秀吉から下野の国、烏山藩2万石を与えられ、領地は減らされたものの、海軍の将ながら大名として名を残すことができました。大阪夏の陣では、淀殿から秀頼の側室の子である南姫を守るよう命じられ、大阪城を脱出。千姫の働きかけがあり、ナー姫は鎌倉の尼寺東慶寺へ入ることを条件に除名され、その時に貝姫もナー姫の守役として共に東慶寺に入ったとされています。出家し、天宗尼と名を改めたナー姫は、やがて東慶寺の住職となりました。武芸と知性、そして美貌を兼ね備えた貝姫は、人生の節目で自分の役目をしっかりと果たすことができる聡明な女性だったことがわかります。秀吉が惚れ込むのも納得の人物です。天下人秀吉が惚れ込んだ側室5人がたどった数奇な人生、皆さんはどのように感じましたか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。またこの動画が興味深いと思われたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。